エポカ道路は日本の競争馬。主なカチクラは2018年のサツキ賞。馬場名はイタリア語で黄金の時代。かつてマイネルレコルトや上天ブレーブなどを生産した北海道新日高町の田植通牧場において2006年のフィリーズレビューを制した大和パッションの五番子として2015年2月15日に誕生。同年7月のセレクトセールにて 一口馬主法人、ユニオンオーナーズクラブに3400万円で落札され、同年9月に総額4500万円で先行募集された。立党、藤原秀明旧社に入級し、10月9日の京都競馬場での新馬戦で、北村智和を背にデビューするも、2番手追走から伸びきれず3着に終わる。新馬戦後は一息入れ、 1>, 1月21日の京都競馬場でのマイルの未勝利戦で安城、福永雄一で復帰。レースでは花を切ると最後まで勢いは衰えず、二着馬に2馬身反差をつけて初勝利を飾った。三戦目は、木更木賞へも登録したが、回避して2月10日に小倉競馬場で行われる自己条件のアスナロ賞を選択。この競争から戸崎慶太を安城に迎え、 スタートから先手を奪うと2着スーパーフェザーにシンハンサをつける干渉で2連勝を飾った。4戦目はクラシックへの出走権を目指して3月18日のスプリングステークスに出走し短期の逃げ馬から離れた2番手を追走して抜け出しを図るがゴール前で強襲してきたステル病に鼻咲かわされて2着となった。この年のボバクラシックで本命視されていた ダノンプレミアムの回避で混戦模様となったサツキ賞では7番人気と復兵の扱いであったが先行する3頭から離れた4番手を追走すると最後の直線で抜け出し追い上げてきたサンリバルに2羽審査をつけて GI 初制覇を飾り安状の戸崎飛馬しの日高ブリーダーズユニオンそしてオルフェーブル3区にとって初のクラシック勝利となった続く東京優秀では そのダノンプレミアムやブラストワンピースといったサツキショウ不出走組が人気を背負う中、本場はサツキショウ場ながら4番人気であった。迎えたレースではスタート直後から先頭を奪ったが、第1コーナー手前で左後ろ足を落鉄。それでもそのまま4コーナーまでポジションをキープし、最後の直線でも粘り続けて、サニー・ブライアン以来21年ぶりに逃げ切るかと思われたが、 残り100メートルを切ったところで、ワグネリアンに刺され2着に敗れた。夏を休養にあて、秋は神戸新聞杯から始動。同競争には、ワグネリアンも出走しており、18年ぶりに、ダービー馬と、サツキショ馬が対戦する形となった。しかし迎えたレースではスタートで、落馬寸前までつまずいて、後手を踏むアクシデントがあり、集団から追い込んだが4着に終わった。その後は、 クラシック3冠目のッカ賞に出走。ワグネリアンが天皇賞に向かったため、ブラストワンピース、神戸新聞杯2着のエタリオーに次ぐ3番人気に押された。逃げるジェネラールウーノを3番手から追走したが、前半1000メートル1分2秒7、2000平方メートル分6秒9という、スローペースながら各馬がばらけず先段に固まる展開となり、 瞬発力勝負となった直線では、内から伸びきれず発着。管理する藤原調教師は距離を範囲に上げた。2019年初戦は、中山記念に出走。昨年の香港カップで2着に入った、ディアドラ、ダービーの後マイルチャンピオンシップを制した、同期のステルビオに次ぐ3番人気となり、前を行くマルターズ・アポジーと、ラッキー・ライラックを3番手から追走したが、 直線では伸びをかき0.2秒差の5着に終わった。続く大阪杯には同期のワグネリアン、ステルビオ、ブラストワンピースに加え、5歳世代の奇跡、ペルシアンライト、アルアイン、さらに、マカヒキと本場含め GI バーがハットを揃い、単勝オッズは14.3倍の8番人気に止まった。レースでは先手を取り前半1000メートル61秒3のペースに持ち込んだが、 最後の直線半ばで足が止まって後退し10着に大敗。レース後に微出血を発症していたことが判明した。休養を経て、近社地層で復帰を予定していたが、状態が整わず回避。その後は札幌記念へ向けて調整されていたが、8月5日に現役引退が発表された。同月21日付で競争場登録を抹消され、 北海道新日高町のアロースタットで種ボバとなる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。表中のアステリスクは海外で生産された後に日本に輸入された馬を示す。ありがとうございます。